ンポン。ちょっと能力試してもいいですか？は？何の能力や？生き量の高齢術。ちょっと何言ってるかわからない。ただよくあるじゃないですか。ビタコカ死者を自分の体に取り付かせるやつ。ああ、あるな。それの生き量版です。それなんか意味あるの？例えば遠方の友人の生き量を下ろせば。遠方の友人とお話できます。電話しろ。まあまあ、とりあえず試してみましょう。そのポーズと発声いる？おい、大丈夫か？いらっしゃい。うわ、びっくりした。あなたは？俺はラーメン屋の麺打ちを。はあ、わかってる。大丈夫よ、姉ちゃん。チャーハン大盛りだよな。誰が大盛り食べそうな見た目しとるんや。しばき倒すぞ。いや、でもそんなカップクイーンだからちゃんと食わねえと腹減っちま。私は一体。おはよう、あかりちゃん。なんや、なんか顎痛いんですが。気のせいやろ。ふむ。ではもう一発いきますか。うーん、いけ、やん。はい。もしもし、キャイン、ついなたんですよ。どの世界線のついなさんですか？うん、いつも先輩と一緒に遊んでるついなたんです。どうでもいいけど髪飾りおかしくない？超絶可愛いでしょ。どうでもいいけど髪飾りおかしくない？ブリブリブリッコのついなたんですよ。ブリブリラシコ。うん、いけ、やん。はい。もしもし、こんにちは、ひすがあかりや。うちかよ。あれ、あなたはどなた？私だよ。なんやねん、そんな怒ってると見てた。そんなオープンの出張キャラではねえよ。あれ、いつもこんな感じじゃありません。お前もしかしてモノマネしてんじゃねえだろうな。はいはい、チチチチ。お前、おい、それなだめてるつもりか？最近の悩みはお腹周りのお肉めっちゃつかめること。